絶対あるから3時楽しもう。そう、6日私ね、出る予定だったんだけどね、ごめんなさい、提出物気をつけないと、本当にすいませんって送ったんだけど、なんでその夢のような言ってみたいもん、いや私あんま食べても太んないんだよねって言ってみたい。私食べたら食べた分だけもうねすぐ出るんだよね。なんかその場で例えばいっぱいさ、あのねラーメンとか本当にダメで、もうその前の日のお昼から夜にかけてラーメン食べたとして、さ次の日の朝もパンパンとか、もうねすぐ出る。お寿司とか食べる前に食べた後顔がパンパンだったり、なんかすぐ顔に出るんだよね。だから全然だからいっぱい食べれないんだよね。よく寝てどこかでリフレッシュできたよね。ありがとうアルコムちゃんね。リフレッシュは岩盤浴かな。でもちょくちょくあのお家の近くの岩盤浴全然行ってないので行きたいな。ねリフレッシュできたらいいよね。え、アルクマちゃんはさどうやってさ何リフレッシュしたりするの。今千葉のやつ飲みたいのよ。スタバ、あスタバの千葉の、あねみたらし団子みたいなやつだっけ。ね、見た見た、あれ美味しそうだよね。いつまでやってるんだっけ。そういうのも長いだと思うよ。みんなこう横になってびっくりした今、顔が横にあれ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 と思って。平パパ27日名古屋らしい。そうそう名古屋なんだよね。平パパ会えるってことですかこれは。そうなんか名古屋が入っただけ、なんかね7月のスケジュールがよく分かんなくてね難しい。なんか31日終わったら名古屋なんかよく分かんない。まだ言っちゃダメなのかな、ちょっと言うのやめよう。そう名古屋27のとりあえず名古屋が決まっているのでぜひみんな来てください。勇気ついてる肉は全部筋肉に変えてる。あ、じゃあ筋トレしてるってこと？え、すごいね。え、結構自分でさ、トレーニングとかするの？有給取っていっちゃおうかな。おお、ひらぼう有給？あ、すごい、それは。有給が出るんだね。かっこいいよね、有給取る。やってみたい。ちょっと憧れ。有給、あ有給使いましたって言ってみたい。夢、密かな夢で。あおいさまありがとう、やまいさんありがとう。有給いまち15分、うんうん警戒したか、まあまあ手前閉めた、ありがとう。ちょ最近ねなんかもう2週間ぐらいゆっくり長い配信したいなって思う。ありがとね、いもっち。はるかもちゃん、ライブが楽しいからそれが一番だけど。嬉しい。アロマとかをこうタイトルと。なるほど。いい匂いだとやっぱいいよね。お部屋とかもさ。るの嫌なので。弱っち。弱っち。あ、でも細いからってこと？全然いい、細いのいいのにね。もう憧れるよね、本当に食べても太んない人いいな。ちょっと教えて今度筋トレ。今日一日お疲れ様、ありがとう。配信間に合ってるから、おありがとう、カイト。そう、配信ね。今寝ちゃってたから飛び起きた。やばいと思って。今3日のライブチケット買わない。嘘！え、カイト3
の？ありがとう、嬉しい。結構会ってないよね。はるかわちゃん、オフの時間があまりなかったからアロマいいかもね。確かにアロマとか落ち着くよね、きっとね。ありがとう、嬉しい。アロマいい顔になりたい。わかるかな、なんかすっぴんでも綺麗な顔になりたい。マイマイ、楽しい入浴剤渡せるように探して、おリラックスできるかな。ありがとう、いもち。でも私結構入浴剤だとね、ラッシュばっかり使うかもしれない。ラッシュはすぐ直近だとそれしかいけないと。本当？ありがとう、3日楽しみにしてるね。カイトワンマンライブは日本橋は来れそうかな。つい最近あゆちゃんにしたばっか。嘘、そうなの？話すタイミングあれば教え、私にも教えて。最近あゆみさんとね結構仲良しとかいっぱい喋るんだけど、今日もまず集合に行って、一番最初に話したのがあゆみさんで、いつもそんな感じ。なんかあゆみさんと係が一緒だから一緒に会場まで先に行くことが多いんだけど、あゆみさんとめちゃめちゃなんかお部屋も一緒になること多くて、だから教えて私にも。山井さん、少しでも見れるだけで嬉しいし、まいかさんのタイミングで会えて、ありがとうね山井さん。まいかさん、まいかちゃんとかまいかとかでいいよ。そんな私全然まいかさんって言われるほどの人間じゃないので、まいかちゃんとか気軽に呼んでね。山井さん、いつもありがとう。ゆうき、十分可愛いけどマスクの下にやけてる。にやけてるよ、マスクの下。可愛い、ニヤ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 、ゆうきだ。スピンドだとますます好きになっちゃうか。本当に、はるかわちゃんスピンの好きだもんね、薄い顔とか。私スピンだと赤ちゃんになるんですよ、本当に。でも一回スピン、でも映しててほしいなと思って、ぜひ買ったらリップで教えてね。またゆき、鼻の下伸ばしてるのでしばらくはマスクの下にする。鼻の下の、鼻の下伸ばしてるの、ニヤニヤして、かわいい。マウントだ、ずる、うらやましいんだが。マウント、マウント取っちゃった。はい、というわけで3日チケット予約したんで行くのかかる。ありがとうカイトなと思っているので、ぜひ来てください。早くワンマンチケット買えます。すいません、早く買えと。ありがとう、カウントダウン、ありがとうございます。お会様もありがとう。じゃあそろそろ配信終わるね。すごい短めで連日ごめんなさい。おやすみなさい。今日もありがとう、バイバイ。明日また話しようね。今日もか、ありがとう、はるくまちゃん。今日ほんとはるくまちゃんいてくれてよかった。ありがとう、いつもはるくまちゃんにさ話聞いてもらうもんね。カイト、おやすみ、ありがとう。カイト、山井さん、お疲れ様、ありがとうね。ゆうき、今日は少し長めで嬉しい。ありがとう。そう、最近短すぎてさ、なんかすぐ15分とかで終わっちゃってたから、ありがとう、ゆうき。おつまいは、いもっち。おつまいは、ありがとう。お疲れ様、ありがとう、ゆうき。そしたら、また明日ね、みんな。かわいい。あ、そうだ。どうした、どうした。今月もよろしく。お、今月もよろしく。それわざわざ言おうとしてくれたのか。ありがとう、カイト。おやすみ。毎回楽しいから素直に気にしてたことない。嬉しい。ゆうき、ほんとさ、最近毎回来てくれててさ、めちゃめちゃ、実はラブです。まーちゃん、簡単、ありがとうございます。あ、じゃあまーちゃんさんが50カウントしようとしてくれてるのかな、もしかして。ありがとう。じゃあまーちゃんさん50カウントまでいったら終わります。ありがとうね、いつも
みんなカウントとかお会様とかギフトもありがとうございます。お礼メッセージは全然最近本当に何も返せてないんです、申し訳ないんですけど、いきなり多分行くと思うので待っててください。はい、寝れました。もう寝れません。寝てください。ゆうき、おやすみ。じゃあまた明日。